私が席を外している間に応接室に忍び込んで、私のウサちゃんに指一本でも触ったらただじゃ置かないんだから。かわいい？まあ私のかわいいウサちゃんを思わず手に取ってみたくなっちゃう気持ちはわからないでもないけど、もちろんそうしてちょうだい。けどまあ時々だったらウサちゃんのお耳をふかふかすることを許してあげてもいいわ。その時は必ずイオリちゃんの許可を得るのよ。わかったわね。主婦さんたちの間でもみくちゃに、はい、何度も人波に流されてくたくたになってしまいました。でもちゃんとお目当ての食材は買えたんですよ。じゃーん、今夜は豆腐ハンバーグとかぼちゃの煮付けです。奥さんたちに一歩も引かず頑張った甲斐がありました。ありがとうございます。ちょっとはしたなかったですね。でも頭を撫でてもらうとなんだか安心しちゃいますね。
ブアップでいちいち緊張してられないわ。でしょ？見せつけて